どうかご視聴していただきありがとうございます。ということで、今日ですね、土曜日にやった、先週土曜日ですね、やった、基礎レッスン。はい。もう初心者向けの徹底した基礎を教えるレッスンの様子をお届けしたんですけれども、もう本当に楽しかったです。お越しいただいた皆様、ありがとうございます。はい。少人数で絞って、もうとにかく丁寧に、基礎を教えるレッスンを、しっかりやっていこうと。ダンスを踊ってもらいたいし、自分自身もダンスの楽しさとかをこう広めているつもりだったんですけど、いろんなスケジュールだったりとかにこうかまけて、自分自身がそういう、なんていうんだろうな、ダンスを始めてみたいけど、世の中にあるそのダンスレッスンとかがやっぱ難しくてついていけないとか、そういう人たちのためのレッスンって全然最近できてなかったなと思って、初心に帰るつもりでそういうのをしっかりやっていこうということで、今回ね、レッスンやらせていただいたんですけれども、はい。本当に好評で、はい、僕自身もすごい楽しかったので、ぜひですね、この動画を見ている皆様、あと、それぞれ一人ぐらい枠が空いてるみたいな、ちょっとギリギリの状態なんですけど、8月15日の枠だけはまだちょっと余裕があるので、ぜひですね、この動画を見て、ポップ始めてみたいなとか、久々にレッスン受け直してみたいなとか、あるいはね、ダンスを教えたい。大学2年生とか、なんか高校2年生とかになって、1年生の後輩にポップを教えてあげたいとかってなった時に、どうやって教えるかみたいなものも学べるレッスンかなと思いますので、ぜひですね、来ていただけると嬉しいです。で、そのレッスンの中でですね、即興で踊るパートとかもちょっとやってみたりして、なんかもしかしたらインサートとかで入ってるかもしれないんですけど、本当にもうその日ね、初めて即興にチャレンジしますみたいな人もいたんですけど、しっかりと、4-8、踊ることができていて、結構やっぱりこの教え方というか、こういうレッスンのやり方ってやっぱりみんなの役に立つな、みたいなちょっと確信が結構できました。うん。なので、ぜひですね、本当に本当宣伝、宣伝なんですけどね、普通に告知をしているんですけれども、本当にいいものを作れたなというふうに思うので、本当にダンス始めてみたい人、即興で踊れるようになってみたい人、それぞれ第一歩目を踏むためのレッスンであるんですけど、そういうことをやってみたいけど、尻込みしちゃってるっていう人はですね、ぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいなと思っております。で、その基礎のレッスンは、基本的にはずっと、ちょっと自分の中で、こう、何を言ったかっていうのをこう見返したりするためにも、こう、録画をしといたりして、そういったレッスンの様子を、ちょっとずつ YouTube にもね、小出しにしていって、少しずつそのレッスンの様子を見てもらいながら、これだったら自分いけるかもな、とか、思って、たりとかしてもらえると思うので、ぜひですね、そういう風にいけそうだなって思った方はもうガンガンチャレンジしに来てもらえると嬉しいです。うん、本当に自分自身ももっともっと一緒にダンスを踊れる人、僕のダンスが好きってまず思ってくれてる人、かつ一緒に踊れる人、かつ、僕自身ね、こう筋トレ好きだったり、これちょっと美容に気を使ってたりとか、QOL を上げたりとか、ちょっとミニマリストっぽい生活をして、とにかく生活をこう丁寧に、はい、整えていくとか、そういうのが好きだったり、動画でね、多分そういう雰囲気ってもしかしたら、出てたら嬉しいんですけどね、なんかそういうライフスタイル的な意味合いでも何か共感できる人たちと、そうダンスをきっかけに、ダンスを軸に、そのライフスタイル的なものもみんなでこう共有し合って、こうね、やっぱダンスしか突き詰めてない人とかと一緒にいたりすると、自分は明日仕事あるけど、ね、その人はじゃあ仕事は夕方からだから、もうなんかオールで練習しようぜみたいななったりして、なかなかやっぱり普通の会社員とかやってると、こう馴染めなかったりとか、もうめちゃくちゃバイタリティある人とかは、もう深夜練の後そのまま出社するみたいなことができちゃう人もいると思うんですけど、ね、子育てしながらとか、結構頭使う仕事しながらとか、重要な責任がここで生じるみたいなものが後ろに控えながら、オール練したり、深夜イベント行ったりとかって、やっぱなかなか難しい人も一定数いて、それがきっかけで、なんかダンスやめちゃって、かといって毎週決まった曜日を固定で開けることもできないから、レッスンとかも通えないし、久々に踊ろうかなぐらいのノリで、こうレッスンってね、やっぱ間違えちゃいけないみたいなプレッシャーとか、こう遅刻できないとか、こう先生に失礼ができないとか、なんかそういうこともろもろ考えた状態の、なんかね、いろいろ条件を考えると、レッスンはちょっとしんどいなとかっていう人たちに向けて、イベントちょろっと出るとか、本当2時間ぐらいのイベントを作って、6月30日にバトプラっていうイベントが
ダンスバトルを練習会としてやってみようみたいなイベントがあったりとか、とにかく敷居が低いイベントなので、あのぜひダンスバトルねやってみたいなっていう人はぜひ出てみてほしいんですけれども、なんかそういうのにたまに来てちょっとあの新鮮な気持ちを取り戻すとか、もっともっとラフにあのダンスを、まあ、きっかけに交流できれば、働く大人のダンス広場みたいな、今ちょっと仮でタイトル考えてるんですけど、まあ、そういうのもやってみようかなとかって考えてるんで、ぜひですね、なんかこのレッスンを通じて、なんかこう僕の動画を見て感じ取る何か雰囲気というか、うん、そういうのが好きな人にはやっぱどん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 ダンスを楽しんでいってもらいたいなって気持ちがあるので、ぜひですね一緒に、この基礎レッスンを受けていただいて、まあ、楽しくあのダンスを始めるきっかけをつかんでもらえたらなと思っております。で、始めてさえしまえばその後もね、あの楽しいものはたくさん用意していく予定なので、ぜひなんかちょっと信じてついてきていただければと思います。人生も充実させつつ、その充実した人生の中にこうダンスが溶け込むような、なんかそんな感じを目指してるっていうイメージですね。はい、ということで今日はちょっと目指していることをつらつらお話ししましたが、はい、あの一緒にねダンス楽しんでいただけたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。